そうだよね。後ろがかなり内輪差で内側に寄ってくると思います。はい。それはミラー見ていただくと。これ、これ作ってんだ。あの重力で全て落とします。働く車特集トレーラー編。おー、来たね。はい。何ですかこれは。世の中にはですね、さまざまな働く車あるじゃないですか。うん、で今回はその働く車の中でも、うん、トレーラーに注目をしていきたいと思います。そもそも東方車両さんはあれですよね、トレーラーとかを作ってる会社なんですか。はい。トレーラーを中心にあのタンクローリーですとか、はい、あのダンプですとか、あのバキュームカーですとか、うん、あの働く車を、製造販売している自動車メーカーでございます。あ、じゃあやっぱりあのレーシングカー運ぶのも特殊なトレーラーなんですかね。そうです ね、あの弊社では残念ながらあの自動車を運ぶトレーラーは取り扱ってはないんですけども、あの建設機械等々ですね、あの重機を乗せるようなトレーラーも扱っております。でもあれなんですよ、日本で ね、東方車両さんしかできないものがあるんですよね。はい、ハイウェイトランスフォーマーなんですかそれ。こちらにございますのが、あのハイウェイトランスフォーマー、あの主にですね、高速道路などでですね、作業をするときに、その作業者の方の安全を確保するためにですね。あ、なるほど。まあ、この場所で作業をしていただきながら、うん、あの万が一追突があってもこの吸収させるような装置をつけているようなあのトレーラーも、あ、やらせていただきます。見たことありますよ僕これ。ある？あれ、あります、あります。日本でですね、はい、車軸から車体まで、はい、あの一貫して生産をさせていただいているトレーラーメーカー、日本であの弊社のみでございます。だからこういうの作れちゃう。はい、はい、というわけで今回は木田さんの会社で作られている働く車をですね、うん、持ってきていただきました。はい、これイベントでよく見ますよね。あ、そうでございます ね、はい、これは何用ですか。あのこれはですね、あの雑貨乗せの車、まあ、基本的にウィングトレーラーといいまして、うん、あの横からの荷役をして、はい、まあ、あの荷役省力化に貢献するような車ではあるんですが、うん、あの本日ですね、ちょっとお持ちはできてないんですが、基本的にあのトレーラーってセミトレーラーとフルトレーラーと2種類ございまして、はい、でまあ、この車は今セミトレーラーの状態でございます。セミトレーラーとフルトレーラーってどう違うんですか。はい、フルトレーラーはですね、あの前 の、 その引っ張るトラック側にもあの荷物を積ん で、はい、で電車のように連結して走るような車でございます。でセミトレーラーはあのこのセミトレーラー専用のセミトラクターというトラックで、うん、あの引っ張る車で、まあ、あのトラクター側には何も積載はないんですが、その代わりあのトレーラー側はですね、広くあの長く作ってですね、はい、積載をたくさん確保するというような。でこれはセミ、セミトレーラーですね。セミトレーラー、はい、フルになると連結してるってことですね。そうですね。あ、なるほど。で、まあ、この車はですね、フルトレーラーにもセミトレーラーにもなるタイプでございまして。これ、これ作ってんだ。こちらはですね、あのトレーラーではないんですが、はい、あの弊社あの先ほども申し上げました通り、はい、タンクローリー、ダンプ等々あのお客様からですね、トラックのシャシを一旦お預かりして、うん、上物を仮装する、うん、あのあ、まあ、仕事もさせていただいております、はいはい、でその中でですね、あのこの車あのカーボンダンプと言いまして、カーボンダンプ、はい、あのタイヤの原料ですね、うん、あの補強材に用いられるカーボンブラックというあの黒い粒子を、はいはい、あのまあ、タイヤメーカー様とかに運ぶような車でございます。ほそうか、ここ下の下まではメーカーで作ってるってことですね。はい、そうでございます。上物を東方さんで作ってるんですね、はい、何でできてるんですか。全てアルミでできております。アルミね、はい、あのアルミを溶接できることも、まあ、弊社の強みでございまして。そうか、はい、アルミの溶接ね、大変なんですよね、はい、これは中じゃ粉末が入ってるってことですか。そうでございますね、はい、アルミ溶接、綺麗、ね、ありがとうございます、うん。はい、今あのエンジンを入れてる状態で動力が来てる状態でございます、はい、あのこのレバーをですね、あの手前に引っ張っていただくと、はい、あのダンプアップ始まります。え、どうなるの。はい、ちょっと少しやらせていただきます。はい、おーおー、早い、はい、動きたいわ。で、まあ、あのこのままではちょっと遅いので、ちょっとスロットルを操作させていただきます、うん、もっと早くできるの。おー、めちゃくちゃ早い。これ今角度どれぐらいなん
ですか。はい、約50度になりますね。あの最大で50度。はあ。めっちゃかっこいい。街は走ってるけど、なかなか見ないですね。そうですね。作業中のあの車かあの見る機会は少ないかなと思います、ね。確かに。でこれ継ぐことによって粉だからさーっと出せるとか。はい。あの重力で全て落とします。あの中はですね、もう鏡面仕上げで。鏡面仕上げ。はい、全てのカーボンブロックをきっちり落ちるように。はい。この上物を作ってるのはあの日本で私ども東方車両だけでございます。ですよね。はい、すごい、それがさすごいな。次はですね。はい。16輪のセミトレーラーでございます。今度またセミトレーラーに戻らせていただきます。これは重機積むんだ。はい、そうでございますね。はあ、すごいな。すげえな。長いですね。これで重機積むんだよ、これ。え、ここはどうなっちゃうの、これ。あのですね、ね、重機積むとき、はい、ここは、あの、今これはあのタイヤの、あの泥除けですね。あの乗るときはこれを外して、はい、外す、乗る格好。外すんだ。はい、外して、うまい具合に。これは向こうから行きますよね。そうですね。で乗ってきますよね、はい。ここはどうするんですか。そのまま通過します。タイヤの上を、はい。そうです。タイヤの上を。キャタピラだもんね。そうですね。キャタピラだからあんまり関係ないんで。そうなんだ。ちょっと乱暴な言い方しますと、うん、あのちょうどいい滑り止めになると言います。はい、あ、そう。これどれぐらい伸びるんですか。何メーターとか。あ、ですね、自動歩み自体は、はい、これあの展開するとですね、4.1 メーターに及びまして、4.1 メーター。まああのその長さが必要なのも、あの傾斜を極力緩くしてですね、そうですね、こう楽にこう進入していただくことを、はい、あの考えております。これ戦車も乗るでしょ。はい、あのそういう仕様もあのございます。ね、はい、そうか。いや、自衛隊のものも作ってる。そうですね、弊社自衛隊もあの一部あのやらせていただいております。はあ、ここをなんでこれ木にしてるんですか。そうですね、これはあの昔からの結構風習ではあるのですが、あのここを鉄板にしてしまうと車両重量自体が重くなっちゃいますので、あのまずあの積載量が確保できにくくなるというところで、あの一番まあ頑丈な木とされているこれアピトン材ですね。あ、何ですか。アピトン材ですね。アピトン、はい、あの東南アジアで取れるような木なんですけども、はい、軽くて一番強いというところで、あ、そうなんですか。結構昔から使わせていただいております。ちょっとザラザラしてね、滑り止めみたいな。これ結構荷台低いですか。そうですね、うん、あのこの車ですね、あの中低床タイプと、まあ、あの中と書いて低い床ですね、中低床タイプと呼ばれておりまして、はいはい、あの建設機械ってその建設機械自体が全高が高いもんですから、うん、まあ、走行するのにあの、まあ、3.8 メーター、まあ、道によっては 4.1 メーターまで OK なんですけども、あのそれをそれを守るためにですね、極力こう荷台を低くするということですね。はあ、いろいろこれも慣れてるんだな。ねえ、本当にこれもまた後ろが伸びそうですよ。これ何ですか。そうですね、あの 今確認いただいた、あの重機乗せのトレーラーなんですけども、はい、あのご指摘いただいた通り長いです、はい、なのであの弊社今あの開発中 のステアリング式 のトレーラー あのカットモデルでございます。あ、短い幅いくつなんですか。はい、あの約3メーターですね、2990ミリ。3メートル、3メートル、そうですね、大変ですね。車の全幅は 2.5 メーターまでって決まってますので、うん、これもあの緩和車両といいまして、これもあの緩和申請することによってあの、決められた道路を通るというような位置づけになっています。うん、そうですよね、街道しか通れないですよね。はい、これ色がこれマジョーラカラーですかね。あ、おっしゃる通りでございます。あのマジョーラを採用しておりまして、でしかもですね、これ水性塗料あの使わせていただいております。環境を考えて、これは浮くでしょうね。あのこれはですね、今開発中で、あのまあカミングスーンといったところでしょうか。の実際ですね、はい、これ左右のステアリングを体験していただければなと思うのですが、はいはい、テリーさん、テリーさんやろうよ。え、どうなるの。あのですね、これ至って簡単で、はい、左って押していただければ左にこう旋回するだけなんで、はい、あ、これ、はい、いや、いや、これ今左を押しました、はい、あ、おお、はい、おお、すごい、すごい、これはすごい、これいっぱい、これはすごいわ。で、元に戻しますよね、はい、これがまっすぐですね。もうちょっといかな、テリーさん。もうちょい、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 はい、はい、
はいはいはい、OK です。あ、逆来た、うん、これはすごいわ。こんな感じですね。はい、ありがとうございます。前輪が動くんだね、全部の、ね、うん、車輪が 4WD どころじゃないだろ、ね、はい、ありがとうございます。 16WD ですよ、これ16WD ですよ、まあ、これですね、あの旋回中心に向かって一輪一輪微妙に角度を変えてございます、うん、これはどういう用途なんですか。はい、やっぱり県機なので、その作業場とかってかなり道が狭いパターンもございまして、まあその辺で長い車でもこうスッと進入できるようにですね、現在鋭意開発中でございます。いやすごいですね。すごいですね。すげえ。これちょっとトレーラー運転してみません、土屋さん。土屋さん、はい、トレーラー俺はしないけど運転してみない。全然この前も運転したよ。あれ本当、うん、でもなんか今日ね、ちょっとね、はい、どれを運転できるんですか。どれを、はい、今日はですね、土屋さんにこの車を運転していただこうかなというふうに考えております。じゃあこれ、改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎、お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。それではですね、こちらの車両の操舵性を土屋さんにですね、体感していただこうと思います。はい、トレーラーの運転方法に関しては、同じく東方車両株式会社の生産部長、木村さんに教えていただきます。木村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ、普通のトレーラーの運転とは違うんですか？普通のトレーラーって、土屋さん、運転されたことでございます？はい、トランスウェーブ。お、さすがですね。大型。はい。やはり普通の通常の車とは違いまして、トレーラーですので、はい、まあ、バックの操作性というのは非常に難しいんですが、はい、前進に関しましてはこう大きく曲がっていただければ、はい、十分カーブは曲がっていただけるので、でその辺を気をつけて運転されていれば、はい、本日は良いのかなと思っております。なるほど、はい、木村さん、ちなみに公道を走る場合はどういった免許が必要なんですか。はい、こちらの車なんですが、大きい車になりますので、当然大型の運転免許が必要になります。大型特殊、大型特殊ではございません。大型でいいんですね。こちらは普通の大型の免許と、あとは牽引の免許が必要になります。あ、牽引免許か。なるほど。こちらについております、はい、キングピン、はいはい、こちらのキングピンとこのトラクターのカプラー部分の真ん中のくぼんだ部分、はい、そこのところを合わせていただいて、で連結をさせて、はい、していただくということになります。これ連結は難しいよ。後ろを見ていただいて、目視でまっすぐちょうどナンバーのライトの部分ですね。ピンが見えないよね。ピンは見えないので、ね、車体の真ん中ですね。はい、じゃあまず連結するとこですよね。難しいわ。あ、マニュアルだ。マニュアルです。いくよ。はい。はい、バック、じゃあ土屋さん、連結お願いします。マニュアルは難しいわ。バックギア入った。で駐車ブレーキを、はい、引っ張ってお出しいただいて、はい、来た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 、もうちょっとこっちですね。これな感じで、はい、うまく入るのかな。お、素晴らしい、真ん中です、はい、どう、大丈夫です。でもいい感じじゃないですか。このまままっすぐバックしていただいて、あれ止まった、ちょっと右に切っていただいて、いい感じだと思うんだけどな。ちょっと右に切って、いい感じじゃない、これこのぐらいならいけると思います。すごいすごい、あ、入った入った、すごいすごい、もうちょっと入ったというまで、うん、はい、すごい、これで一応ちゃんと連結、うん、はい、これで連結が確認されました。これガチャンってなったからもういいんですよね。これはスカニアより長いですか。スカニアよりは多分短いと思います。あ、そうなんですか。サイズがございますが、はい、まあ、一般的なトラクターのサイズですので、あ、なるほど、それほど気にしなくても、うーん、ただホイールベースが非常に長いので、そうだよね、後ろがかなり内輪差で内側に寄ってくると思います、はい、
それはミラー見ていただくとね、はい、そうですよね。次のところをこう右に、あれは難しいよ。ここが結構狭い狭いと思うんですよね。ああ思ったよりも多分中に寄っていくと思います。そうだよね。ここ行く。ねえ、あの嫌がらせしてやがる。近いですね。さすがです。いやいや。なんか普通に帰ってきました。もう普通にあの今日から働けそうな感じでした、ね。うん、もうそのまま行けそう。どうあのね、うん、こう曲がる時が後ろの内輪差をこうミラー見ながら曲がらないとね。だからそこが難しい。ああ、なるほど。ここだとなんか外から見てると普通なんだけど、いやインフィールドが難しいの。インフィールドが狭いからさ、筑波線って。まあ確かにね。筑波2000の方がまだ広いの。確かに。筑波線は狭いからインフィールドが、うん、どうでした？素晴らしいです。やはりさすがプロのドライバーだなと。すごい。で一発であれだけのこう道を走れるっていうのは素晴らしいです。すごい。ぜひあの就職先を運送会社にしていただいて転職しようかな。ねえ、レッシングドライバー卒業したらね、今度運送会社も行けちゃうかも。どっかに卒業してるよ。あれそうだったっけ。四輪操舵どころじゃないよね。16輪が操舵する。16輪動くんだよ。じゃあ木村さん、はい、お願いします。お願いします。後ろから見てください。後ろ見るとね、タイヤがあのね、16個あるんで、それが全部動くんで。あー、動いた。それちょっと面白いですよ。動いてる。そうか、あれ、前の車の部分を運転してる方は別で、で、リモコンで動かしてるんですよね。面白い。動いてる。うわ。面白い。これはすげえ。これは普段見ないな。真正面ねえ、ドリフトしてるみたいだよ。うん、そう、ね、あのね、ヘッドと動きが違うからさ、うん、あのね、ヘビみたい。ああ、ヘビみたい。ね、ほら、ね、うん、これがいいな。ねえ、うん、なんかさ、後ろだけドリフトしてるみたい。うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、すげえ。はい。どうぞ、こっちへ来てください。いやー、いいですね。いや、なんかびっくりしました、私。見てるとね、はい、気持ち悪くなる。あれ、土屋さんのドリフトみたいじゃん。いやー、なんか後ろだけ、ヘッドはそのまんまで、はい、後ろだけくねくねしてるから、はい、僕ね、ムカデみたいだった。あ、ムカデみたい。ヘビがね、こういう風になるでしょ。ヘビ、はい、ああいう感じがして、これ最初僕行った時、はい、あ、これ生き物だと思った、うん、ああいうのを車で見るのは僕は、ね、生まれて初めてだったんで。よく考えましたね。いえいえ。これなんでこれが必要なんですか。はい、いや、やはりお客様からの、今都内とかでこう工事現場 で車両を入れる際にやはりスムーズにこう車両を入れられるようにと。で、やはり昔は何回も切り返しながら入れてたんですが、はいはい、やはり狭いところでも入れる、はい、という。一番びっくりした。いや、どうですか、今回の働く車特集。いいね、働く車、うん、いいね。いや、楽しい。やっぱトレーラーは、うん、トレーラーはね、なんかすげえ気分がいいんだよ。うん、見晴らしが良くてね、はい、めっちゃ気分いいよ。じゃあ第二の人生でそちらで活躍していただいて。そうね、転職しようかね。はい。もうこれのなんかさ、うん、あれだよね、なんかもっと乗用車版みたいなの欲しいよね。後ろがこんなで。あ、それはメルセデスとか BM とか、はいはい、そう、四輪操舵でやってますね。はい、それをまあトラックに持ってきたって感じ。16輪っていうのがすごいですよね。これはすごい、ね、ありがとうございました。いろいろ勉強になりました。ありがとうございました。面白かった、うん、お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは
新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、はい、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリーちゃんの車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、塗装部も板金部も、ね、稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか、はい、中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ、お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。車のことならアヘッ、ガスタムカー中古車販売、回転ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。